ハインツ・クリスティアン・シュトラッヘハインツ・クリスティアン・シュトラッヘはオーストリアの政治家、同国副首相、オーストリア自由党党首を務めた HC という略称を自身でよく使用しているウィーン出身。歯科技講師として職業訓練を受けるからオーストリア自由党に入党し1991年から政治活動を始める2004年に ヒルマー・カバスに代わって自由党委員支部のリーダーに就任する。シュトラフヘは当時自由党内で多大な影響力を持っていたイエルク・ハイダーの弟子のような存在と見られていたが2005年に入ってハイダーと反目するようになる。結果としてハイダーは新党オーストリア未来同盟を決闘自由党を去った。2005年4月23日自由党党首に就任。 2017年の2017年10月15日の国民議会選挙で自由党は51議席で第三党となり、中道派の国民党との連立で、シュトラッヘは、セバスティアン・クリス政権の副首相に就任した。しかし2017年選挙の直前、ロシア進行財閥の関係者と名乗る女性とスペインで会合し、選挙支援を得る見返りに、 公共事業受注を約束したとする疑惑が2019年5月になって表面化し、5月18日に副首相と自由党党首を辞任した。これに伴い自由党は国民党との連立政権を解消した。その後、5月27日に採決された野党社会民主党提出の内閣不信任決議案に自由党も賛成に回り、クルツ政権は崩壊した。 2005年10月に行われたウィーン市議会選挙においてシュトラッヘは以下のような主張をしている。このような主張から彼は外国人排斥を推進する右翼政治家とみなされている。ありがとうございます。